教師としてお世話になる鬼塚英吉です。30の高校をクビになった伝説の教師、もう教師やりたくないの？学校っていうのは仲間作ってバカやるとこだ。無駄な時間は必要ありません。古いです。夢見て叶わなかったら嫌じゃん。小さな夢も見れないこんな世の中ね。クズな学生は退学も致し方ないだろ。大人はみんな自分が気持ちよくなりたいだけだろ。直接殴ったりナイフで刺すのと変わらないってことです。俺の人生なんてもう終わってんだよ。ガキの頃にできた傷はガキの頃に直してやんねえと。お前の良さはいいねじゃ語れねえんだよ。これ以上俺の生徒に手出したらな、許さねえからな。麻辣教师 GTO 回归，5月18日起，晚上9:30。